頑張ったので頑張りました。あと映像倉庫の撮影もしてきました。あとあのトラスターがトラスターに所属してるんですけど、その事務所が新しくお引越ししたので、お引越し後の事務所に行ってきました。初めて、めっちゃ綺麗でした。はい、そんな感じですね。今日はこの前はオンラインお話し会がありました。ありがとうございます。毎日忙しそうだね。そうですね。でも昨日はもうずっとお休みゆっくりしてたんですけど、あのお友達のお誕生日プレゼントを買いにお出かけしてました。で明日は、明日明後日は握手会ということで、とても楽しみです。声摘んじゃったの、あの握手会は全部明日明後日で終わるので、存分に楽しみたいと思います。昨日雨すごかったけど雨に合わなかった。はい、雨が止んでからお出かけしたので、あの全然大丈夫、はい、ワンピカードめっちゃ揃えてるやん。そうなんです、あのさっきインスタのストーリーにあげたやつは、あの今日事務所に行ったらプレゼントで届いてたものなんですけど、あのこれで遊べますここにあるんですけど、これスリーブだそうです。公式の、すごくない？スリーブ透明のやつ70枚だけ家にあるんですけど、マルコとサンジとボニー、めちゃくちゃいいね、良すぎ。であとこちらスタートデッキですね。こちらたくさんありがとうございます。あ、これ片栗クルフィーと白ひげさん、これまあ、これは入ってるの大体わかるので、まあ、まだ開けないんですけど、今日開けるのはこれです。ちなみにあとこれもあります。これはまた次回開けますね。はあ、シャンクス出るかな。始まりました。今日もシャンクスが出るのかどうか。いや本来はね、多分あのレアカードをみんな求めると思うんですけど、私はもちろんレアカードも欲しい、キラキラしたの好きなので欲しいんですけど、それよりもシャンクスが出ればより嬉しいなっていうことで、あのシャンクス狙いで、これ開けるの3ボックス目です。ちなみになので早速開けていきたいと思います。ナルタオチャンネルのナルナルミーティングに出ましたので、皆さん見てください。ナルナルミーティング、あので出てみたかったんで、すごい嬉しかったですね。お話をいただいた時は
あ、見ました？早速ありがとうございます。じゃあたくさんあるのでね、どんどん開けていきたいと思います。あの手配書が結構レア、手配書の柄のやつが結構レアっていうか、まあ、激レアらしいので、ちょっとそれ狙いで、あとまあシャンクスはもちろんなんですけど狙っていきます。はい、ブルック、ちょっと待って、はいはい、ハウリングガブ、サンジ、イゾウ、アルビダ、結構持ってますね。ヤソップ、はい、カードケースにね本当に入れていかないといけないんですけど、ちょっとなかなか。ヒート、特製マギー玉、ニコールビア、ハチノス、アルビダ、おお、シークレットのロジャー、え、すごー、キラキラー、これ結構いいやつですよね、どう考えても。ありがとうございます嬉しい。待って、スリーブに入れる、入れる、どうする、誰に入れる。あ、でも3時に入れよう。そのスリーブはデッキ用にした方が、あ、そうなの、普通のスリーブに入れる。じゃあこれデッキ、あ、そういうこと、いいねその発想。ちょっと待って、どこに入れたか忘れちゃったんで、ちょっとスリーブ探し、あったわ、はい、今カードケースに入れてなくて、このここに全部保管してるんですよ。あの、おこがましいんですけど、本当にこんな感じでいっぱい入ってます。早く入れないとですね。サイズがちょうどよくて、あの本当おこがましいんですけど、すいません、ね、申し訳ない本当に、あのおかしいんですけど、早くケースに入れてって感じですよね。でー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 、じゃーん、スリーブ入りました。はい、じゃあ2袋目いきますね、早速。はい、嬉しい、持ってないし、このこれは、はい、モンスター、ブルック、ルフィ、ミスターワン、キッド、ゴムゴムのギガント、はい、そしてモーリー、ミスターワン、クロウズ、ルフィ、ロー、デレッシュ、
次、アバロピサロサウザントサニー号、シャチとペンギン、サンジ、クマ、サボー、続いて、てか一番くじやったんですよ、私最近ローソンでやってる。でもね、フィギュアがほとんど売り切れてて、全部もう当たり出まくってて、あのアイマスクとタオル当たりました。リンドバーグ、クローズ、おでん、湯煙殺人事件、お、ルフィ、ニカルフィ、ジーザスバージェス。なんかその一番くじコビーはいっぱいあるっぽいんだけど、一番欲しいガープがまさかの1個しか在庫ないみたいな感じじゃない？よく見たら B が一番レアなんじゃない？ B 賞って思っちゃった。はい、トニートニーチョッパー、レポ、カライバリ島、バスコショット、クロコダイル、ラフィター。あれおかしいよね。クソ、シャンクスは、すいません間違えました。ちょっと全然誰でも嬉しいですけどね、さすがに。ワンピースのキャラクターもみんな大好きなので、本当に誰が来てもいいんですけど、シャンクスはっていう感じですね。ウソップ、特製マギー玉、ジンベイ、ベロベティ、ワイヤー、アディオ、はい、はい、タン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 、ハチナス、トニートニーチョッパー、ハウリングガブ、ブラックホール、カバジ、サカズキ、はい。いやー、なかなかシャンクスが出ないですね。おでん、バスコショット、ブルック、サンジ、カラス、コアラ、はい、次、奇跡なめんじゃないよ。はい、岩ちゃん、マルコ、シャチとペンギン、サボ、ニコロビ、ラッキールー、嬉しい。赤髪海賊団は全員嬉しいですからね。いやー、手配書欲しいよね。でもここまで来たら手配書欲しいなー。ねえ、欲しいよね。アバロピサロ、ロブルッチ、リッチー、ジャンバール、ライムジュース、ファンオーガー、はい、来ないです。次、来ました。俺は友達を傷つけるやつは許さない、シャンクス。いっぱい持ってる、ありがとうございます。
ピエール、ウソップ、ニコロビ、ハグワールディサウロ、俺の時代だ。ありがとうございます。はい、次いきます。結婚マリア、シャンクス来てください。どうかレッドフォース号、リッチー、ブロベティ、ガムガムの雷、クロスギルド、ありがとうございます。はい、シャンクスが来ないですね。おかしい。待ってます。魂のフランキー、スイングアーム、ボクシングソリッド、はい、モモヒゲ、ニコロビン、カタリーナ・デボン、ビルディングスネーク、クザン、はい、そうですよね、なかなか来ないですね。あとね、でもこんなにあるあと、さすがにいるよね、この中には。待ってます。モーリー、ウソップ、お俺は友達を傷つけるやつは許さない、シャンクス、ありがとうございます。本日2枚目、ウソップ、本郷、歌、かわいい、ありがとうございます。続いて、たー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 、はい、ピエール、シャーロットプリン、ジンベイ、トニートニーチョッパー、サンダーランスフリップボンド4ショット、もうスムーズに言えるようになっちゃったよね。はい、どう、ありがとうございます。続いて、じゃん、ボンクパンチ、はい、マルコ、マーシャル・ディ・ティーチ、ゴムゴムの縄跳び、ストロンガー、ゴムゴムのクロトワマーのジェットクロスショックバズーカ、ありがとうございます。続いて、じゃーん、シャンクスが今日2枚しか出てないっていう、おかしい。ロックスター、ブルック、魂のフランキー、スイングアーム、ボクシングソリッド、伊蔵、リム、クローバー博士、ありがとうございます。あと 5袋となりました。開けましょう。タンタンタン、でもこれ何が出るのかなみたいな、ウキウキみたいな感情になるの結構好きなんで。ニコロビン、レッドフォース号、ニコロビン、シリュウ、モージ、ヤソップ、終わりましたね。はい、続いて、タン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 、ヒート、サンジ、
桃ひげ、フォートガス D エース、ウセロシャンクス、いっぱい持ってる、ありがとうございます。ミスター3、はい、ありがとうございます。シャンクス3枚目ここに来て、俺は友達を傷つけるやつは許さないシャンクスとウセロシャンクス以外のシャンクス来ないかな、何枚目ですかっていう感じなんですけど、いやでもねシャンクスだから嬉しいですよ、もちろん上手。月光モリア、サウザントサニー号、キラー、わお、ドンカード、そんなに怖いか、新時代が持ってますね、これもありがとうございます、嬉しいですよ。毒球、はい、さあまだまだいきます。モンスター、リンドバーグ、ベポ、カライバリ島、アイスブロック、フランキー、さあラスト1枚、1枚じゃない1袋となりました。さあ何が出るのでしょうか、最後なのでね、ちょっとなんていうの、取れ高的にも欲しいよね、なんかね。シャーロットプリン、ボンクパンチ、ニコオルビア、ナミ、マーシャル D ティーチ、ペローナ、ありがとうございます。終わりました。はい、ということで本日のシャンクスがですね、こちら、俺は友達を傷つけるやつは許さないシャンクスと、ウセロシャンクスとドンのシャンクスです。イエーイ、嬉しい、かっこいいですね、やっぱり。いや嬉しいですよ、シャンクスはシャンクスで固めてるんですけど、これ全部シャンクスなんですけど、前出たやつ、あのタタタタ、ちなみにあの、俺は友達を傷つけるやつは許さないシャンクスなんですけれども、あの6枚こちらにあります。こっちの方が顔見えますね、はい見れはい、これが俺は友達を傷つけるやつは許さないシャンクス、ありがとうございます、嬉しい。そしてあのウセロのシャンクスがですね、あこっちの方が怖いですね、3枚あります。ありがとうございます。そしてあのドンカードのシャンクス2枚。これ嬉しいですね。ありがとうございます。そして来い、俺たちが相手をしてやる。こちら1枚とリーダーカードのシャンクスが1枚となっております。ありがとうございます。あとこれも出てましたね。見てください。もうスリーブに入れちゃってます。こちらのシャンクス、ありがとうございます。これがシャンクスです。もっと貯めたいですよね、シャンクス。そして今日出たと、出たレアだと思われるこちらがロジャーのシークレットみたいなやつですね、ありがとうございます。こちらにもねシャンクスね入ってますよね。これちょっと半分開けてみていいですか、次回この
新たなる工程ワンボックスとこの半分にしようかなっていう感じなので、ツイッター開けますわ。見たいよね、みんなも。もうすごく大量。あ、濃い。俺が相手をしてやるもう一枚あったわ。あとドンカードももう一枚あった。あと、あ、シャンクス、これもある。これもある。なんですけど、1個の袋にたくさん入ってるのでこんぐらいにしますね。よし、では5袋開けていきたいと思います。楽しみ、何が出るんだろうか。ドキドキ。こちら、じゃん、サボのドンカード、素晴らしい、すごーかわいい。サボのドンカード、マキのビンスモーク一時、お玉、ゴムゴムの大槌、鶴、ニコロビン、サトリ、カイドウ、サトリ、あれ？何が違うの？あ、へえ、なんか柄ついてる。こっちは、こっち普通。はい、ありがとうございます。すごー、なんか全体的にキラキラなんだけど。はい、次いきます。ね、めっちゃ種類あるよね。ドンカードが熱いんですよね、確か。このこれは、じゃーん、わーお、エースのドンカード。戦国さんの衝撃波、サンジのピラフ、片足の兵隊、ヘルメッポ、エルトール、ライテイ、わお、すごい迫力ある。そしてカポネベッチ、そしてシャーロットペロス、スペロ、おお、キラキラやね。そしてシャーロットスムージーでーす。おお、キラキラ。そしてわお、素敵なドンカード、ビビ、ガードポイント、遺贈、ビンスモーク虹、白星、ライテイ、犬嵐、
アーロン、コアラ、かわいい。そして2億ボルト余るでーん。はい、素敵ですね全体的に。はい、続いて、わー、かわいい、かわいい、歌のドンカード、かわいい、素敵やん。猫まむし、ボロブレス、犬嵐、ジェルマ王国、アッパーヤード、サンジ、ゴムゴムのレッドロック、ユースタスキット、三千世界ってな感じですかね。あ、ラスト1個になっちゃった、つらー、早いきます。わーお、ドン、これ名前何だっけ、ワノ国でゾロと戦った人のゾンガード、名前を忘れた。カリファ、ビンスモークレイジ、ミスダブルフィンガー、あ、キング、そうそうキングです。チョッパー、エアドア衝撃波、リューマ、キッド、ビンスモーク虹でー、こんな感じです。どうだった？まあまあまあ、なんか追加で開けたやつはあんまり持ってないやつが多かった気がする。シャンクスは出なかったんですけど、あれおかしいな、いいですよね割と。多分これとかもなんか多分いい感じそうやし。懐かしい、エッグヘッドとか、エッグヘッドじゃない、あれこれリーダーカードなの、あ、これ3時リーダーカードのでした。パー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 、でね、ドンカード、今回ドンカードが熱かった気がする。こちらサボのドンカードで、エースで、キング、歌、ビビ、ドンカードかぶってないかも。そう考えたらドンカードどこに分けたっけな、全部この箱の中には入ってるんですけど、終わった。まあまた次、残ってる分のこれと、あと一ボックス残ってるのこれ開けたいと思います次。まあ待ちきれないけどね、本当は本当はもうとっくの昔に開けたかったぐらいなんですけど、まあ、ちょっと明日も朝早いので一旦今日はここでね終わろうかなっていう感じです。いや本当は開けたいですけどねこれ。いやねえ、ねえわかるよ。
そう、明日一部からです、握手会よろしくねん。そう、一回開けるとね、わかる。っていうかもうやばい、筋肉痛出てきてるかも。若い証拠？すぐに筋肉痛になるって若い証拠かしら。ナルタンを可愛すぎた。見てくれてありがとうございます。てか私ってなんかあんな感じの喋り方してるんだね。なんかいやし、もうそうなんですけど、喋り方は、喋り方はまあこんなんなんですけど、なんか想像以上の声のこもり方で、あのえあのびっくりしたんですけど、あのなんか声こもりすぎねと思って、まあまあまあいいんですけど、はい、見てください。まだ見てない方は、あ、そう、ネモステレビも放送された、来週もあんのかな、来週もあるんですけど、それも見てください。二択女王みたいな企画で出てます。楽しかった。なんかネモステレビとは思えない楽しさでした。あ、いい意味でねいい意味で。結構ネモスといえば過酷というか、それやるみたいな企画多いんですけど、まあまあ二択女王はちょっと楽しかったですね。はい、見てください。ネモースは久しぶりというかあれぶりだった。18期のかわいい子対決みたいなやつで、あのひなのちゃんとヤギちゃんで、こうかわいいですか、どっちがかわいいですかみたいなのを街頭インタビューしてる企画、あれ以来です。あの二択女王のやつはなんかみんなも告知してて、私も告知できたんですけど、その前回のやつはあのいつ放送されてたかも分かんないぐらいだったので、あの告知がちゃんとできてなかったんですけど、なので今回昨日のネモステレビと、まあ来週とか次も放送されるので、それもそれにも出てるので見てくださいっていうのと、ナルタオチャンネル、ナルナルミーティングも見てください。15分ぐらいなのでパパッと見れると思います。はい、すごく綺麗に編集カットしていただいて、とてもテロップも入っていて、ナルタオチャンネルとても見やすいのでぜひ見てください。なんか久しぶりになると結構語ったというか、あんまり、いや遊びに行ったりとかはするんですけど、そんなに今まで10年間一緒に活動してきて語るみたいな、いや節々では語ってたのかもしれないけど、なんかそんなに熱い話をなんか頻繁にするような感じじゃ なかった。なんかどっちかというとワンピースお互い好きなので、ワンピースの話とかの方が多いから、活動に対する熱い思いみたいなのは多分今回初めてちゃんとナルタオチャンネルで話したので、なんか貴重な機会でしたね。でも結構同い年だし、なんか気も合うので、すごいね相性がいいんですね私たち。とても動画でも話してるんですけど、めっちゃ価値観が合うので、そう、とても熱いお話をしているので
見てみてください。高評価もよろしくね。まあそういういろんなおのおのの感想、あのいろんな、なんていうの、テレビとか YouTube とかなんかいろんな私の活動の感想などは明日の握手会で待ってます。感想など皆さんの緊急報告も聞きたいですしっていう感じ。明日の私服はもうめっちゃ大人っぽい感じで行く予定。あのすごく、あの最近あんまり着てなかったような感じのドレスっぽい感じ、ドレスじゃないですけどね、大人みたいな感じの服で行くので楽しみにしててください。あのファンクラブのブログ、結構定期的に、まあブログは月2、3回ぐらい更新してるんですけど、あの握手会明日明後日終わったら、あの私服、あのこいつんじゃったのお話し会と握手会の私服とかアクセサリーをまとめたブログも載せてるので、それカラコンウィンクのやつから始まったんですけど、結構ね、なんか私的にも私服まとめみたいな画像作って、なんか復習っていうか、あこんなん着てたなって見返せるのもいいし、結構皆さんからもねすごく好評だったので、また私服をまとめてブログにどんどんって載せたいと思います。あまさかまだ私のファンクラブ入ってないとかっていう人います？私のファンクラブ、まあみんな入ってると思うんだけど、もし入ってないよっていう方がいたら今のうちに入ってみてください。もうすでに入ってくださってる方は本当にありがとうございます。これからもよろしく。まあまさかとは思うけどね、入ってるよね、よろしくね。まあこれから、まあ年内に FC イベントしたいなって言ってて、あのグッズとかもどんどん考えているところなので、まあまだ発売は先になりますけど、待っていてくれると嬉しいなって思います。もう本当にファンクラブ限定のグッズとかになってくるので、まあ、入るなら今のうちかなって思います。ハート、そうですね、まあイベントとか、まあ冬かな、年末ぐらいかなって感じ。グッズのことも考えると、よろしくお願いいたします。ではランキングを読んでアフタートークして終わりたいと思います。13位、中心アットセリちゃん、今日の配信も楽しかったよーさん、ありがとうございます。書いてないけど。12位、ナオティアット明日からの握手会よろしくねーさん、ありがとうございます。書いてないけど。11位、普通の猫アットセリちゃん、シャンクスのカード出てよかったねーさん、ありがとうございます。書いてないけど。10位、マッチンアット
今日の配信も楽しすぎたさん、ありがとうございます。書いてないけど。9位幻やっとセリちゃん、レッスンお疲れ様さん、ありがとうございます。書いてないけど。8位トレオヤジやっと次回のワンピースカード開封配信も楽しみにしてるよさん、ありがとうございます。書いてないけど。7位ヨッシーやっと明日早起き頑張りますさん、ありがとうございます。私も。6位タケルアット、今日のワンピースカード開封配信とっても楽しかったので必ず次回も見に来たいと思いますさん、ありがとうございます。書いてないけど。5位カスケアット、もちろんファンクラブ入ってるよさん、ありがとうございます。書いてないけど。4位マサノブアット、握手会の私服楽しみさん、ありがとうございます。書いてないけど。3位ケンケンアット、セリちゃん今日の私服かわいいねさん、ありがとうございます。書いてないけど。2位タモちゃん TS アット、長野セリカちゃんとにらめっこしたい負けたいさん、ありがとうございます。じゃあ握手会でにらめっこしよう。そして1位は山ちゃんアット、セレちゃんのワンピースカード開封配信とっても楽しかった、次はたくさんシャンクスが出るといいねさん、ありがとうございます。書いてないけど。はい、今日もありがとうございました。アフタートークのお時間です。まあ、40分ぐらいには終わろうかなって感じですかね。はい、明日早起きなので、はい、あと10分ぐらいお付き合いください。私に何話します？なんか皆さん的になんか言い忘れたことあります？急ですいませんけど。明日行くね、ありがとう、待ってます。明日は握手会よろしくです。こちらこそよろしくお願いします。今セリちゃんの連結パネル作ってる。え、連結パネルって何？セリカみたいなやつ嬉しい、ありがとうございます。3時起き早っ。明日は6時起き。私もそのぐらいかな、多分5時ぐらいかな。私はアクスタ叩いた。あ、持ってきて、日曜お願いします。よろしく、握手会楽しみです。私も好きですを伝え忘れた、ありがとう。直接言って、握手会で。あさって行きます、待ってます。埼玉公園行きます。あ、26、よろしくお願いします。兵庫の山田さん、あ、元気そうですよ。明日お休み。なんだって？三部短信よろしく、2日間よろしくお願いします。はい、お願いします。ワンピース見ます、見てください。明日よろしくね、隣のレーンにいても怒らないでね。それは分からん、にらみつける可能性はある。ちなみに隣のレーンにいた場合、秋が近づいてきた、秋服購入することありますか？秋服ね、え、そう、展示会で注文してるんですけど、まあ10月ぐらいに届き始めるので楽しみですね。本当に届くかはちょっと分かんないんですけど、さすがにいっぱい頼んだのでちょっと届いてほしいなって感じです。ネイル見てください、ぜひ。あさって人生初握手会です、よろしくお願いします。よろしくです。初めてなんです、嬉しい。ここに来て初めてっていう方がいると、私も緊張しちゃうっていうのは嘘で、全然リラックスして握手しましょうね。
パー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 、明日でも明日の服着たことないんですよ、人生で一回も。明日の服ちょっと着ようかなって思ってる。この後着てみて試着して、まあ多分大丈夫なんだけど、変やったら変えるかもしれん。いや多分大丈夫やけどね。一回も写真も撮ったことないし着たことない服なので、劇場でもセリカの女性ファン増えた気がする。え、わかる、嬉しいそう、あの女の子のファンの方今 90% ぐらい、9割ぐらい男性だったっていうか、まあほとんど結構男性の方に好かれるというかっていう感じだったんですけど、最近はなんと女性の方も少しずつ増えてきてるっぽくて、結構握手会でも女性の方増えたなっていう実感は正直してます。嬉しいはい、嬉しいですね。本当に男性の方はもちろん嬉しいんですけど、なんか女性の方も嬉しい。なんかファッションの話とかコスメの話とかするの結構好きなので、まあ、そういうところでね結構共感し合えたりするのが楽しいなって思うので、とても嬉しいです。楽しみ、明日明後日皆さんとどんなお話ができるでしょうか。レーン怖くないから握手会来てほしいね。もう私のレーン本当に平和島あのすごく素敵な平和です。なんかイーストブルーみたい、平和っていう意味ですね。平和島は大田区、あ、そうなんですか。あるの平和島って、ごめんなさいね、なんかパクったみたいでじゃあ平和島にしてみる。ちょっとなんか違うな。まあ幸せリカレーンって感じかな。私のファンの皆さん、あのショールームのなんかファンの方の名前決めれるなんかとこがあって、そこ皆さんのこと、名称っていうの、セリカのファンの方の名称、まあ実際あんま決めてないんですけど、なんかショールームの欄に決めれるとこがあったんで幸せリカさんにしてるんです。皆さんのこと幸せリカさんなので私のレーンは幸せリカレーンです。よろしくねフフ、私のこと好きな方みんな幸せリカさんなんで、一応ね、そんな決めてるってわけじゃないんですけど、幸せリカさんって思ってます、心の中で皆さんのこと。明日そうだから T シャツで行きます。はい、ぜひ私の生誕 T シャツ着てきてください。
違うかな、なんで T シャツで来るのかな。すごい幸せが溢れているのね。そうでしょ。あさって肌寒い、マジか。あ、忘れるとこだった。ここで着ないと生誕T。そう、着てください。やっぱ使い道に困るじゃない、セーター T シャツとか。明日とか明後日ですよ着るのは。やっぱりね、暑いですよね。今日も暑かった、めっちゃ。だって私の服見て、ノースリーブ、マッチョノースリーブです。でもなんかそんなにびっくりするぐらいの暑さではまあなかったけど、でもなんか暑かった、めっちゃ。そう、パーパーパー。私本当に肩の筋肉がすごくて、ノースリーブ嫌なんですけど、ノースリーブの方がおしゃれに見えるから、この夏はたくさんノースリーブを着ました。肩がムキってなっちゃうんですよ。ちょっと嫌なんですけど、でももうしょうがないんで、もう開き直ってノースリーブいっぱい着てます。そう、ノースリーブおしゃれだよね。似合いますか？ありがとうございます。女の子はあちこち気になるとこあるよね。やっぱ可愛いと思ってもらいたいじゃない、みんなに。特にアイドルとかはね、より。だからさ、日焼けも気になるし、私に関しては肩のすごいムキってなるのが、まあ、ちょっと嫌だし、一番嫌かも。まあいいんですけど別に。あと口が小さいのが嫌ですね。このぐらいまで笑いの口角が広がってほしいって思ってます。結構気になるんですけど、口が小さいのが。このぐらいまでちょっと切りたいなって思っちゃうぐらい。でも痛そうなんで、さすがにノーノーノーって感じなんですけど。はい、ちょっとね、口が小さくて。まあ、そんな感じでですね、私の口が小さいっていうのが分かったところで、そろそろ終わりたいと思います。お、今のセリちゃんが最高っていう最高のコメントいただきました。ありがとうございます。じゃあ終わります。明日と明後日の握手会よろしくお願いします。
ワンピースカード配信もありがとうございました。バイバーイバイバーイ、おやすみなさーい。